はい、すごいお腹のおっさんです。本日楽してダイエット9日目です。本日のお昼はくら寿司さんにお寿司を食べてまいりました。はい、これはサーモンビンチョウマグロ。はい、すごいお腹のおっさん、赤身が大好きなのでマグロです。本日マグロは6皿、マヨコン1皿、トビッコ1皿、ハマチが1皿、そしてサーモン1皿、あとはですね、鬼滅の刃っていうイベントの中の3皿のピザを食べました。はい、赤身いいですね、すごく赤いです。おっさんはこれが大好きです。これハマチです。そしてマヨコンにとびっこです。はい、くら寿司さんで今やっている鬼滅の刃というやつで3点盛りですね。肉に卵に、そしてマグロですね。マグロの上にはアボカドです。はい、お皿は20皿ありますけど、すごいお腹のおっさんは15皿、永遠の20歳という春妻は5皿食べました。はい、くら寿司さん5皿入れると1回びっくりポンっていうんですか、これが1回ゲームができます。そのうち1回だけ当たりました。はい、びっくらポンから出てきましたね、カプセルが。はい、このカプセル何か分かりませんけど、もらえるものはもらえます。はい、そしてこの後はウルトラウェーブのダイエットです。最近気づいたんですけど、だいたい 3,4 分乗りますとうすら汗をかいてきます。すごいお腹のおっさん10分乗ると結構汗かきます。なのでダイエット効果はおそらくあると思います。もちろん足のむくみを取るのにもいいと思うような気がいたします。そして今日は寿司を15皿食べましたけども、痩せてるのかどうか、昨日は 103.2、 本日は103.0 ということで 200g 痩せることができました。本日も皆様ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。